武蔵たちが攻めてきた理由はまたしても奇妙な誤解だった。立て続けに起こる騒乱に一連の騒ぎは玉物前や脱機の仕業に違いない。英雄たちは連携して大規模な捜索を行ったが、彼女たちそんな折義織田連合のもとへ蜀徳川連合からの旧使が現れる。牛刀山に玉物前の彼女には宝刀が先行し様子を探っているという。今こそ玉物前を追い詰める時。思ったより敵が多いですわね。宝刀殿はどこ。すでに敵に見つかった可能性もあります。急ぎ安否を。うん、行くぞ宝刀殿。我らの道に敗北など。敵が集まっているよ。視界も近くにいると見るべき。学生砦で宝刀様が苦戦中です。何卒お助けください。分かった。急ぎ宝刀を救出するのだ。開けられるわけでもあるのか。ちょいと訳ありでね。お、待たせたな。なんだ、どうなってんだ。
ボートを助けるぞ。これは罠だったようですわね。いいようにされてしまうなんて屈辱ですわ。しかし張飛は聞く耳を持たぬ様子。今は戦うより他あるまいな。うまくいかないもんだね。鏡が光っている。どうだと。ならば偽物か。宝刀の偽物は倒したか。しかし玉物前はどこに。我が波動何人たりと阻ませはせん。やはりあの宝刀は偽物でしたわね。言葉巧みに。玉魔の前発見の方も偽の宝刀、つまり玉魔の前。全ては罠であったと考える。戦い合い、怒りや悲しみの心を生むわしらですが、この戦の真実は分かりましたわ。今回はそれだけでも